広島県東広島市。田園風景の広がるのどかな町にあるこちらの大きな建物、広島中央エコパークです。この施設では元海上自衛官の真砂慎さんが働いています。真砂さんの上司で日鉄環境エネルギーソリューション広島中央事業所長を務める島文春さんです。今回は島さんに元自衛官の採用について伺いました。日鉄環境エネルギーソリューション広島事業所の事業所長をしています島と言います。広島中央エコパークは東広島市、竹原市、大崎上島町の西1町で構成する広域ごみ処理工場です。当社はあらゆる廃棄物を溶かして資源化するガス化用油炉を中心とする最新プラントを運転する会社です。2021年10月から営業運転を開始し、私は同年11月に赴任しました。赴任当時、真砂さんは前路運転員として真面目に率先して業務に従事しており、班内でも目立つ存在でした。真摯な業務態度によりほどなくして副班長に抜擢、昇格後も変わらず活躍してくれています。真砂さんは令和3年4月に海上自衛隊呉基地所属の護衛艦海霧から入社してくれました。船では射撃管制員として対空火器の管制を担当していて、常に前を見て勤務する姿勢は護衛艦乗組員にも通じていると聞いています。令和3年に陸上自衛官2名、海上自衛官1名、令和4年に航空自衛官1名、令和5年に海上自衛官2名、合計6名となり、いずれも任期制隊員です。自衛官は職務に忠実で、協調性やコミュニケーション能力が当たり前のように付加されています。また黙々と作業に打ち込み、おしなべて皆勤勉なので成長も早く、早期に戦力化していきます。当事業所開業以来、退職自衛官を毎年採用しており、優秀な人材を確保する上で大変助かっております。